小さい模型を使ってどんな本にするか計画をしました。ポケット3ページが2セクションとノートの折り帳が3つ。ポケットがつながって折り帳がまとまってもいい。ポケットの間にノートページが入ってもいい。両端に表紙をつけたら折り本になる。くるみ表紙をつけたら普通の本のようになる。表紙の素材は布でもいいし、革でもいい。糊で貼るよりも糸で閉じるのが丈夫だと思う。ポケットを増やしたらどうなるかな？ページを増やしたらどうなるかな？いっそ。ポケットを2つで考えたらどうなるかな？たくさんの選択肢があります。このノートは、はがきサイズのカレンダーが入るスケジュール帳という目的で作っています。美しい紙を準備しました。紙を2つに折ってノートを作ります。長い紙を折ってポケットを作りました。小さい模型の通りに本の素材が準備できました。紙に閉じるための穴を開けました。針と糸で閉じてポケットのあるノートを作りました。これに表紙をつけます。